はい、皆さんこんにちは。今日はね、緊急でカメラを回しています。先日ね、雨でやられっぱなしで作業が全然進まないというね、動画を上げたばっかりなんですけど、今日はこんなに晴れてます。まあ、ちょっと薄曇りですかね。まあ晴れですね。太陽がね、ちょっと眩しすぎて今日はサングラスしてるんですけども、もう結構いい天気なんですよ。ほんとしばらくの間はまだ雨にずっとやられっぱなしでね、作業もなかなか進まなかったんですけど、なんとかね、そのサイクルからも抜け出して、まあ今のところ順調に作業が進んでるという状況です。まあね、ところがですよ、昨夜このね、キャンピングカーの制作が危ぶまれるという事態が起こりました。しばらくね、晴れて溜まってた分がね、一気に爆発したんでしょうかね。今度は雨じゃなくてこんなものが降ってきました。昨日ね、夕方からね、天気がちょっと変わってきましてね、昼間はね、すごく暑かったんです。それがね、夕方になってね、冷たい空気が入ってきてね、なんか怪しい感じになってきたんですね。遠くの方からね、雷鳴が聞こえ始めて、そのうちね、稲光がちらほら見えるようになってきたんですよ。そしたらね、ついにその時がやってきたんです。あいつがもうピカッゴロゴロドッカーンじゃないんです。雷はね、そう大したことなかったんですよ。大粒の雨がザーッと降ってきてね、その後部屋の中にいたらガタガタポコガツンコーンカーンって言い出したんですね。そうなんです、大粒のね、ゴルフボールぐらいのね、氷がね、できましてね、そんなん経験したことなかったんです、今までね。もう終わったと思いましたよ。もう一面ね、ソーラーパネル乗せてるじゃないですか。全部割れちゃったんじゃないかと思ってね、ほんま心配になりました。庭や道にはね、木の葉っぱとかね、枝とかね、もうバンバンちぎれて落ちてるんですね。そこら中散らばってて、軒先のね、波板って、こう波々の板あるじゃないですか、あれがね、もうボコボコに蜂の巣状態ですわ。それとかね、家の周りの塗油ね、あれもボコボコで穴開いてね、もうボロボロ。テレビのアンテナはね、エレメントがひん曲がってね、なんか映り悪くなってるしね。まあテレビあんまり見ないからいいんですけど、妻の車はね、月のクレーターみたいになっとうしね、もうほんまね、これ心配しました。まあ夜暗かったしね、こんなちょっと上の方なんで、なかなか見ることができなかったんですけど、もうほんまね、終わったと思いました。明るくなってからね、ちょっと確認したら、意外や意外ね、無傷で無事でいてくれたんで、ほんとほっとしました。ソーラーパネルにはね、あの一つのひびもないですし、マックスファンもね、全然ひびとかも入ってないですし、無事でよかったです。意外と強いんですね、ソーラーパネルね。この強化ガラスのね、なんて言うんですか、硬い分厚いソーラーパネル、重たいんですけどね、これ積んだ甲斐があったんでしょうか。もしかしたら、あのソフトタイプのね、ソーラーパネルだったらかなり傷ついてるかもしれないですね。でね、ハイエースの方もね、ソーラーパネルも割れてなかったですし、屋根の方はね、2、3箇所へこみがありました。まあそれぐらいで済んだんでね、よかったんですけど、こっちのセレナ、あれはね、結構天井ボコボコになってますね。へこみ自体はね、そんなに大きくないんですけど、結構何箇所もへこんでます。もう古いんでね、直さなくてもいいかなとは思ってますけどね。異常気象なんですかね。もう長い間この辺住んでますけどね、こんな経験初めてですよ。あんな大きい氷ね。で、家の方もね、結構被害はあったんですけど、火災保険でね、全部治るということなんで、罹災証明もらったりね、保険の申請したりとかね、結構めんどくさいことがねあるんで、またそれもね、手間なんですけど、まあそれで火災保険でなんとかなるということで良かったです。で、まあ何よりこのね、バス作業が進めていけるということで、本当良かったです。まあね、しばらくこの前の動画撮った後ね、雨のサイクルからも抜けて晴れのサイクルに入ったんで、作業も結構進んできてるんでね、その動画の方も今頑張って
編集中なんで、またあげますんで、ぜひ見てください。それではね、昨日の表でね、このバスの方は被害がなかったんで、これからも作業を続けてね、動画の方もアップしていきますんで、よろしくお願いします。また次回動画でお会いしましょう。